はい、どうも皆様おはようございます。皆様おはようございます。こちら加瀬川河川敷の方に、やってまいりました。加瀬川河川敷の方に、来ております。佐賀の、バルーンの方ですけども、事実上、今日で、夏シーズンの方は終わりになります。明日までなんですけども、明日ですね、雨が降りそうなんで、明日の、早朝ですね、雨の降る確率が 50%、 一応もう雨の方の予報が、出ておりますので、事実上、今日が、2013年だけど、最後、令和、5年の、夏シーズン、佐賀の方の、バルーン夏シーズンは、今日までに、なります。今日は少し、参加気球多かったような、気もいたします。2023年ですね。大変失礼いたしました。7時、過ぎますともう気温が上がってきました。気温が上がってくると、バルーンのフライトにはちょっと気温が高すぎるんで、もうだいぶ片付けの方で、ね、降りてらっしゃって、もう片付けの方が、進んで、来ております。向こうの方ですね、ちょっと逆光ですけどサロンパスをですね、ただいま降下してきております。こちらの方も、降下この夏シーズン終わります。あとは10月下旬まで、残念ながらちょっとないので、まあ、大阪の方は、稲刈りと、稲の方と、麦とか稲と、一体となって、やりますので、あとはもう、稲刈りが終わり、10月の終わりまで、バルの方はちょっと、ありません。しばらくは。ありません。はい、そんなわけで、加瀬川河川敷の方からお伝えいたしました。バルーンの、佐賀の夏シーズン、いよいよ、ついに、本日にて、終了と、なりました。